張飛が町で拾った謎の男全福の作戦は曹操軍の拠点繁盛の宗陣を破った。玄徳は全福こそ噂の軍師福龍家と見誤るほどであった。全福が優れた兵法家の序書玄徳であることを知った上将曹操は参謀帝育に序書を呼び寄せる策を命じた。一方全福は繁盛攻略の主君者として玄徳に厚遇され、軍師として武将たちからも信頼されていた。だがまだ誰もその本当の素性を知らなかった。ハハハ、後様は健やかに育ち、先が楽しみですな。乱世に生まれた子、強く育ってほしいと願っているが。ええ。善福殿もいつまでもお一人ではお寂しいでしょう。そろそろ奥方をお迎えになられては。いや、これはどうも。年老いた田舎の母親のためにもと考えたこともございますが、どうも。それはいけない。母君をこちらへ呼び寄せては。私もできるだけのお世話をさせていただきますわ。ありがとうございます。弟が死んでからたった一人きりで寂しく暮らしておりますが、そのお言葉を伝えたらどんなに喜ぶことか。誰か使いを出して早速お招きしよう。え、それがよろしゅうございます。まあ、この子まで嬉しそうに。だが序書の母はすでに曹操の手の内にあった。上将である曹操の言葉は絶対であり、逆らうことはできなかったのである。上将様だ、ご挨拶なされ。わしが曹操だ。そう固くならなくともよい。ああ。いや、わしが招いたのは他でもない。そなたの子息、序書のことだ。序書が慶州の劉備玄徳に仕えているのを存じておるかな。はい、聞いとります。うん、その玄徳はいずれ征伐されるべき逆臣である。そんな玄徳に才能のある序書が使えるとは惜しいことであろう。どうじゃ、そなたから序書を解き、わしに使えるように取り計らってくれぬか。承知なされ、母御殿。序書は軍師として身分の高い職に就けるのだ。いや、そればかりではない、広い庭園のある豪華な屋敷に一緒に住めるのですぞ。わしは年寄りで世の中のことはさっぱりわからねえ。だけども劉備玄徳というお方の噂はよう聞いておる。ほう、なんと。玄徳様は民のために立ち上がった仁君、英雄じゃと。大した人気だな。これ母御、それは世間を欺く玄徳の芝居だ。本当は帝に背く賊なのだ。さあ、分かったら序書へ都へ来るようにと手紙を書きなされ。嫌じゃ。ええ、我が子の出世のためだぞ。だから書けるのよ。この田舎ババでも何が正しい道かは知っておる。逆臣は上将様ご自身であろうが、母親として我が子を誤った道へは行かせたくねえ。何？お待ちください。死ぬ覚悟と申しているのです。いずれにせよ、母親がこちらの手にある限り序書は逆らえません。私めにお任せを。母御様、また帝育様がこんな立派な果物を届けてまいりましたぞ。おお、わしの畑でできたものより立派な桃じゃの。いえいえ、帝育様は自分の母親のように思っておられるんです。たまにはお礼の手紙を書いては。あ、人の親切には応えるのが礼儀。一筆書かれては。あ、それもそうよな。では筆を貸してくださらんか。いや、立派な心がけで。
いやはやもうへったくそな字ですね。こりゃひどい。ではお前が書いてみろ。私がですか。いや近頃筆を持ったことがそれに血豆が指先に。黙って書け。はい。下手だから役に立つ。わしの言う通りに書け。序書の母親とそっくりな字でいい。それならたやすいことで、それで何と書けば。この度身寄りもなく困り果てておりましたが、計らずも上昇様に召し出され、そなたが無本者だと責められました。帝育様のお情けで何とか命をつないでおります。そなたがこちらへ参り、上昇様に仕えれば私も救われるのです。早く都へ来て孝行を尽くしてくだされ。私の命は細い糸に吊り下げられたような心細いもの。そなたの来るのを一日千秋の思いで待っております。母上、ご苦労をなされて申し訳ございませぬ。善福、どこへ行くんだ。いやこれは失礼。今では我らが誇る軍師殿、久しぶりに一杯どう。いや今日は。元気がないけどどうかしたんですかい。いや別に。殿にお会いしたいのだが。殿なら離れの書斎にいるけど。では。あんな顔初めてだ。改まって何か。お詫びに参りました。詫びる。はい。我が名善福とは仮の名でございます。実の名は序書玄直と申します。序書玄直。私もそなたがただ者ではないと見ておったのだが、やはり。恐れ入ります。我が師水教先生から殿へお仕えするようにと勧められ参りました。おお、水教先生に。はい。殿のために死ぬ覚悟でお仕えして参りましたが、今ではそれも。なんと。母からの頼りでございます。先ほど都の者が届けてくれました。このまま母一人にはできませぬ。身寄りのない哀れな母、寂しい思いをしているに違いございませぬ。身に余るもてなしを受けた上、勝手なことは百も承知でございますが、お暇をいただきとう存じます。お先短い母、せめて老後を安心させとうございます。善福、いや助手、行っておあげなさい。ではお許しを。母がこう思い、子が母を思うのは当然のこと。母上を安心させてあげなさい。ありがとうございます。このご恩決して忘れませぬ。殿、助手殿を曹操のもとへやるっていうのは本当で。殿、おそらくこれは曹操の謀略です。序書殿の口からこちらの情報が漏れるかもしれません。序書を信じるしかない。しかし殿。私も反対です。むしろ序書殿をここに留めておくべきです。さすれば曹操は母親を必ず殺すでしょう。ああ、奴ならやるさ。そうなれば序書殿はますます曹操に復讐心を燃やします。黙りなさい。なんということを。母親を人の手にかけさせておき、その感情を利用するとは。たとえこの玄徳が滅びようとも、親子の愛の絆を切ることだけは断じてできぬ。申し訳ございません。愚かなことを申しました。謝るよ、心から。分かってくれたらもうよい。さあ、今宵は助手と酒を酌み交わし、気持ちよく送ってやろう。
はい。殿、ここまでで結構でございます。いよいよ別れねばならぬか。未練だろうが、そなたのような人物を手放したくはない。身に余る光栄です。私が去るのは母のためです。曹操に仕えるためではありませぬ。序書達者でな。はい、ではこれにて。さらば、序書殿。さよなら、善福。どうしても俺には序書とは呼べない。おふくろさんを大事にしなよ。惜しい。あ？お、戻ってきた。気が変わったんだ。序書。大事なことを忘れておりました。城陽の西二十里、龍中という村に大賢人が住んでおります。これが私の置き土産でございます。では。待て序書、そのような噂聞いたこともないが。限られた者としか交遊しませぬ。私もその一人。どれほどの人物か、そなたと比べて。私が蛍なら彼は月。ほう。ただし呼ばれてくる人ではございませぬ。殿自ら迎えに行くことです。うん。してその人の名は。諸葛亮あざなわ孔明。村人たちは伏龍先生と呼んでいます。おお、水郷先生の言われた伏龍とは、その諸葛亮孔明のことであったか。はい、当代の大天才でございます。ではもう一人の大天才、法数とはお主のこと。とんでもございません。法数とは名を法刀、あざなを資源というもののことです。今日初めて伏龍、法数を知ることができた。殿、必ず孔明を訪ね、お味方につけることです。うん、わかった。ではこれにて。伏龍、諸葛亮、孔明。殿はご在宅かな。まあ、序書様。おお、しばらく見ぬうちにすっかり娘らしゅうなられて。どうぞ、兄上。これは序書殿、珍しいお越しで。都へ参る途中ですが、寄り道して伺いました。都へ。お茶の用意をしてまいります。実は深夜城の劉備玄徳様に仕えていたのですが、母より呼び出しの手紙が参りました。母は上将曹操の部下に捕らえられております。私は主君にいとまをいただき、これから迎えに参るところです。それは母上がご心配でしょう。そこでお願いがあるのです、孔明殿。どんなことでしょう。ここに大賢人がおられると主君にあなたを推薦いたしました。主君玄徳があなたを訪ねてまいるはずです。その時は何とぞ良い返事を。何かお気に障りましたか。あなたの代わりに私を押し付けるつもりですか。
いや、別にそういうつもりでは。この孔明、士官の口があるからと申して喜んで誰にでも使えると思いですか。私としたことが、いや、孔明殿は大きい。動天境地の世にでもならない限り動くような人間ではない。序書現直にございます。おお、よくぞ参った。そう改まっていては話にならぬ。くつろぐがいいぞ序書。ははそなたの母子はこの帝育が世話をしておるが、幸せに暮らしているから安心せい。はっ。のう序書、これからわしに長く使え、母に功用を尽くせよ。はっ。よし、今宵は序書の歓迎の宴を開こう。して母は？おお、そうであったな。早く会いたいであろう。はい。そりゃもう至れり尽くせりの待遇で、ここが母子の屋敷です。どうです、豪邸でしょうが。我々のあばら屋とは雲泥の差。食事だってこの国の三階地味がもうぞろぞろ。 あれ、母上。お懐かしゅうございます。玄直、どうしてここへ来たのじゃ。は？お前、深夜の劉備玄徳様にお仕えしていたのではなかったのか。はい、その通りです。しかし、それを聞いてわしはどんなに喜んでいたことか。それをなんでこんなところへ。ですが母上は捕らえられて寂しいと、このような手紙を。偽手紙じゃ、わしの字ではないわい。え、偽手紙。ああ、情けないや。このわしがこんな手紙を書くかどうかもわからぬとは。母上、長い間お前が旅をしていても、きっと学問に励んでいると思うて、一人ぼっちでも寂しゅうはなかった。それだけがわしの生きがいじゃった。お前が玄徳様に仕えていると聞いてどんなに嬉しかったか。人質になっても恐ろしゅうはなかった。それをお前は大事なご主君を捨ててその敵に仕えるという。母上、お許しください。浅はかでした。もうどうにもならぬわい。わしは恥ずかしゅうて生きておるのもつらい。母上、申し訳ありません。国も天才軍師序書現直ですら予想できなかった悲しみの出来事であった。忠と公の両立しない戦国の世である。母親の義に生きることを諭した死の戒めであった。偽手紙を出すとはなんと卑劣だ。そこまでして序書を呼び寄せようとは思わぬわ。ほう、なんとも申し訳ございません。では序書を玄徳のもとへ返すことにいたします。たわけ、
一度捨てた主人のもとへ帰る序書ではないわ。ほ、確かに。テイク、母子を丁重に弔ってやれ。ほ。テイク様、きついお叱り受けましたね。首を切られるかとヒヤヒヤしましたよ。え？切られるわけがない。こうでもしなければ序章玄徳から話すこともできなかったろう。お手柄なのだ。はあ、よくわかりませんが。いよいよ別れねばならぬか。未練だろうが、そなたのような人物を手放したくはない。お許しください殿。この序書原直、一生他に計りごとを授けまじ。玄徳と曹操の宿命的な狭間にあって、序書原直の運命も変転した。名軍師が勝敗を分ける軍略の時代が歴史を変えようとしていた。